はい、サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。今回はシーズンオフ期間ならではの特別企画、ラリーガムセオミュージアムをお届けいたします。コメンタリストおなじみの小澤一郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。小澤さん、もうすでにスタートしていて、9月10日金曜日まで、スペイン大使館で行われているスペインコミックとスポーツ展、この展覧会やってるんですけど、これ行かれたそうですね。そうですね、オープニングセレモニーの取材に行きまして、うん、まあ、そこに、ね、イニエスタ、それから高橋由紀先生いらっしゃったんで、はい、どういうこと話してくれるのかなっていうところで、ただですね、まあ、その取材以上にその展示会のなかなか豪華で、うん、で、まあ、僕もそんなにね、普段から漫画コミックは精通してないんですが、スペインでもこれだけスポーツに関連するやっぱりコミックが出てるんだなと。で、まあ、その内容でやっぱりね、イニエスタももちろんですけども、まあ、2010年のやっぱりワールドカップを制したことで、特にサッカー、フットボールのコミックはこれだけ出てるんだなっていうのはよくわかりましたんで、世界取るとバスケットもそうですけども。そうですよ。おめでとうっていう感じですよね。突然そのやっぱりね、文化にまで一気に広がるんだなっていうのがよく見えた、あの展覧会、展示会なので、ぜひ皆さん9月10日までね、本当に紹介していただいたようにやってるんで、はい、スペイン大使館に無料で予約不要ね、はい、必要なしでいきますので行っていただきたいなと思います。月曜日から木曜日までが10時から17時で、金曜日が少し時間短くて10時から6時までということで、僕もね、小澤さん、こう今日ミュージアムこれアトレッティの歴史っていう漫画、アメコミみたいの、うん、思ってるんですけど、こういうアメコミみたいなものあったんですね。はい、そういうのの、まあ、展示会ですよね。まあ、全部は実物はなかったですけども、まあ、でもやっぱりそういう結構コミックでこういうのもあるんだなみたいなので興味深く見れましたんで。ちなみに倉敷さんのそれはいくらいのものですか？これ高いんですよ。 17.95 ユーロ。日本円だと高くないですか、小澤さん？2000円ぐらいしちゃいますよね。はい、ね、まあ、でもスペインって、まあ、その書籍本は非常に高いです。高いんだ。はい、みんななかなか本を読む、まあ、今はちょっと違うかもしれないのと、 Kindle 読んでる人も多くなってると思うんで、なるほど、値段は下がってるとは思いますけど、基本的にね、15ユーロ以上しますよ。あ、やっぱりね、はい、あのリブロとか行くとキオスコにあるものとは違って、キオスコって大体こう薄っぺらいペラペラなものが多いじゃないですか、うん、だけどあのちゃんとした本屋さん行くと、これちょっとあのなんか喧嘩に使っちゃダメよっていうような硬くて重いもの多いですよね。そうなんですよ。で、まあ、僕も今子供がねちっちゃいんで、結構スペイン行ったら絵本なんかも買って帰るんですけど、絵本も高いですね。あ、高いんだ。日本と全然値段が違う。なるほどね。まあでも書籍の文化ってのは多分世界どこでもそうだと思うけども、あのきっちりね残していくっていうふうに、あの僕たちも良さを広めたりとか、あの書籍で手に取る良さっていうものをもっと伝えていきたいなっていつも思いますけどね。うん、そうですね、まあ、古い人間と言われるかもしれませんけど、うん、やっぱりパッと見れるっていう意味では書籍の紙の良さもありますんで、それはそれで残していきたいですよね。まあ、あのスペインでね、多分一番有名なサッカー漫画やっぱり高橋陽一先生のキャプテン翼だと思うんですけど、オリベル・イ・ベンヒですよね、はい、やっぱり影響を受けたものとかもあるのかもしれませんね。やっぱりイニエスタ世代なんかみんなやっぱオリベル・ベンジで育ってますから、まあやっぱり相当スペインのねサッカー選手の育成にも貢献してると思いますよ、日本のみたいな。やっぱりね、みんな言うんですかね、こう何でしたっけ、ラペロータエスミアミガみたいな。あ、そう言ってると思います。なるほどね、はい、というところからですね、今日はいろんな文化について語ろうということでありまして、まあ僕たちの身の回りというところの中で、小澤さんにはちょっと今日ねどんな人と触れ合ったのとか、どんな仕事されてるのかというところで、僕は放送席の身の回りの話を少しさせていただこうと思います。じゃあ小澤さん先行でよろしいでしょうか？はい、大丈夫です、はい、じゃあお願いいたします。まあ、僕まずは以前も紹介したことあるんですけど、まあ、ちょっとこの雑誌を紹介したいのと、まあ、僕の中でもいろんな雑誌今までジャーナリスト活動で出してますけども、これ以上のクオリティというか、これ以上の人物を登場させたことないっていう意味で、まあ、これはもう2010年に、発行された雑誌で、まあ、サッカー小僧っていうんですけど、テクニカル系の雑誌でなんですが、なんとここで、まあ、まあ、見えるかな。まあ、こういう、まあ、ドリブル塾みたいな、やったんですけど、なんとここに、はい、当時バレンシアに在籍していたファンマタ、
すごい。彼を直接登場させまして。で、ね、彼にいろんなテクニック、ドリブルの指導をしていただいたということで、僕が抜かれ役になっておりますので。豪華ですね。これはなかなかね、多分、過去にもこれから先にも実際のバリバリのヨーロッパのトッププレーヤーを出した例はないと思うので、うん、それともう一人当時ビジャレアルにいましたピレスにもやってもらいました。おお。へえ。でここでもちゃんと僕は抜かり役して一回またはさすがにボール取れなかったんですけど、ピレスに関しては一回本当に僕取っちゃいましてダメ出ししました、ね、僕に取られちゃダメだぞっつってダメ出ししてもう一回取り直したこともあったんですけど。なるほどね。そっか、小沢さんにとってはその心の宝物でもあるわけですよね。いや実際にやっぱ彼らに抜かれる経験ね、うん、ドリブルに対峙できたっていうのは僕は全然ねプレイヤーとしてはもう全然だったんで、うん、まあ、こんな経験ができたっていう意味でも、ね、非常に思い出深い取材にはなっておりますけど、でも取ったっていうことがあるのもね、将来も、もっともっと世の中サッカー選手のことがお子さんが分かってきたらお父さん自慢話できますね。いやそうですよね。ピレスなんかで言うとワールドカップもユーロも取った選手ですからね、うん、でなおかつやっぱり、まあ、もちろん一瞬のスピードキレはあったんですけど、はい、抜かれる瞬間の、香水のいい匂いがやっぱり気をかっこいい。やっぱり、ね、いろんな方いるじゃないですか。ななみさんなんかも普段言ってらっしゃいますけども、うまいいい選手ほどいい匂いするみたいな。確かに確かに。いやあれは確かにこのピレスは抜かれる瞬間の香水がもうすごい、どこ何使ってんだろうなと思いましたけどね。ピレスはだから一瞬の例えば何でもいいんですけど、こうシャネルの匂いとともに走り抜けたとかそういう感じになるんでしょうね。だと思うんで、だからやっぱサッカー選手たちはね、これからの少年たちはやっぱりトッププレイヤーになったらいい香水をつけてほしいなと思いますけどね。でもそれあれですよね。香水のメーカーがプレイヤーと契約をするっていう点だと、ぜひその記事にしてほしいなと思うでしょうね。そうですね。だから一覧とかあったらいいですし、まあ、僕だから今、まあ、もともと僕の世代なんかでいうとセリア大好きで、うん、もうヨーロッパのフットボール入った人間ですけど、うん、やっぱりネスタなんか絶対いい匂いしそうだなと思って見てましたよ。なるほどね。マルディーとかね。いい匂いって大事ですよね。大事だと思います。うん、そうだな。わかる気がするな。そうですか。化粧品メーカーとかね、あと、まあ、スーツブランドはよく海外のサッカー選手ね、はい、自分のスポンサーになってもらったり、CM に出てたりしますけども、うん、おしゃれっていうのはもっとね、日本ももっと取り上げてもいいのかなって気しますけどね。思いますね。ね、うん、今回のユーロのイタリア代表もやっぱりね、マンチニ監督含めてみんなビシッとあのスーツ揃えてるとかっこいいですもんね。かっこいい。うん、特に暑いスーツとか似合うからかっこいいんですよね。はい。そうですか。では続いていきたいと思います。はい、続いてですけれども、まあ、バレンシア、僕のね、好きなバレンシア、いろいろグッズは持ってるんですけども、まあ、普段そんなユニフォームは集めないんですが、まあ、もらったものという意味で宝にしてるのはこれなんですけど、おー、ちょっとまあ T シャツなんですが、小林さんこれまあな分かります？読めます？誰かのサインということですか？はい、サイン。分かんない、誰でしょうか？この人です。おお、本当？はい。すごいですね。マリオ・ケンペスさんの直筆サイン入りの T シャツです。すごい。なるほど。実は、まあ、バレンシアの仕事をジャーナリストとしてしていたことあって、一時期バレンシアのホームページの日本語訳担当してたりとか、うん、あとはバレンシアのフェメニーの女子部の、まあ、女子のチームが日本遠征した時のお手伝いなんかもして、まあ、ちょっとそれいろいろ関わらせてもらったんで、クラブから公式で、まあ、こういうものをいただいたという意味で、まあ、ちょっとケンペスさんに取材したりとかインタビューした機会はないんですけども、やっぱ我がバレンシアにとってケンペスはもうレジェンドですから、まあ、そういう方のサイン入りの、ね、T シャツをもらったということで、これはまあ家宝にしております。マリオ・ケンペス、しかもバレンシアのユニフォームっていうところがたまんないですね。そうですね、やっぱりこれはもうさすがに着れませんし、まあ、飾ってるんですけども、さすがに着れませんよこれ。洗ったらしかもね、サイン落ちるかもしれないんで大事にしてます。着ちゃう人も中にはいるんですよね。いるかもしれないですね。うん、まあね、サッカーファンはユニフォーム、まあ、どうやって飾るかっていうところもあったりするわけですけどもね、はい、もう1点ありますんで、はい、もう1点紹介させてください。まあ、ちょっとこういうものでですけども、お見えますかね。見えます見えます。まあ、僕がやっぱバレンシアに在住してた時には、はい、
結構選手に近づいていろんな練習のこととかトレーニングの内容を聞いてたんですけど、この彼、まあ、マウリシオ・ペチェグリーノと一番話をさせてもらったんですが、まあ、それで彼の、まあまあ、ポストカード、ね、選手こういうの持ってるんでファンに配るようなんですけども、ちゃんと僕にパラミアミーゴイチローって書いてくれてるんで、まあ、これはね、こういうポストカードですけど裏はこういう感じなんで、でももう大事に取っていて、まあ、彼はもう選手時代から、まあ、そういうちょうど僕が行った時にはラリネリ監督の下でのバレンシアで、ね、ベニテスの後だったんでちょっと低迷しちゃいましたけども、まあ、かなり戦術的な話とかサッカーの話を聞かせてもらったんで、あ、いい監督になりそうだなと思って、ね、バレンシアの監督もやりましたし、はい、ベニテスの下でインテルのアシスタントな、リバプールのアシスタントやりましたしっていうところで、ね、今は母国には戻ってますけれども、すごくリスペクトしてる、まあ、僕みたいに当時何者でもなかった人間を車に招き入れていろいろサッカー談義してくれた人なんで、まあ、そういう思いでやっぱり特別なんで、うん、まあ、取材させてもらったとかっていうわけではないんですけども、やっぱり特別な、これは僕にとってのものになっております。なるほどね。僕好きな選手でしたよ、とっても。彼がいてくれたら本当に後ろ安全みたいなね、絶対大丈夫みたいなところもありましたし、うん、でやっぱ彼にとってその小澤さんというのは新しく来た一人のジャーナリストという形で多分見ていたと思うんですけども、そういう人にこうどれだけ親切にするかということで、この文化がどうやって伝えられていくか、どうバトンが渡されていくかということも含めて、やっぱこう前を走っているランナーの人っていうのはそういうことも考えながらバトンを渡していくということがとても大切なんですよね。そうですね、まあ、どういうふうに見られてたか分かんないですけども、やっぱりねパッと来た、ね、アジアの日本人 でまだジャーナリストやってたとはいえ、まあ、何者かも分かんないし所属も分かんないみたいな、ちょっと怪しいなって思ってたと思うんですけど、なので、ね、まあ、選手によってはちょっとね敬遠されたりとかもしましたが、やっぱりそういうところなしにオープンにフラットに接してくれたっていうのは、ね、何者ないでもないからこそそういう接してもらった人への恩っていうのは今でも感じてますしね、うん、なんかずっと彼がどういうキャリアを、ね、これから歩もうが応援していきたい人だなっていうふうに思ってます、ね、そういうことですよね、人となりってね。あとは小澤さんが今度はそのバトンをいずれですけども誰に渡すのかなっていうところもね、そうやってこうつながっていくものですもんね、うん、いやおっしゃる通りで、だからこういう経験してるからこそ僕もやっぱりね若い今は何者でもないのかもしれないけど、やっぱりフットボールをつないでいきたいみたいな人は大事にしたいなと思ってるんで、結構ねこういろんなところからメッセージとかいただいたり、まあ、特に近年で言うと高校生とか大学生の方から、まあ、卒業論文でヨーロッパのサッカーとかスペインのサッカーのことを書きたいんで取材させてもらっていいですかみたいなことを連絡もらうんで、そういうところは本当に喜んでぜひ僕でよければお役に立てればっていうことでやってるんで、まあ、そうやってバトンは本当にねフットボールの文化のバトンはつないでいきたいなと思っております。いいですね、とてもいい話だと思います、うんね、お宝いっぱいあります。バレンシアものなんですね、やっぱり小澤さんにとってはね。なんだかんだそうですねで写真に関してもちょっとバレンシアものになっちゃうんですけど、いいでしょうか。どうぞまずはですね、まあ、ダビド・シルバのちょっとインタビューということで、うん、まあ、はい、なかなか当時バレンシアに僕も住んで取材してた時も、まあ、シルバってそもそもあんまインタビューうまくない、好きじゃない選手だったんでやれる機会はそんな多くなかったんですけども、たまたま独占することができて、うん、で、まあ、そのシルバとの、その、ね、インタビューしてる写真なんですけども、まあ、それもちょうど、ちょうどこの雑誌かな、この雑誌向けで撮れたんで、はい、そのページもあったと思うんですが、はい、まあ、まだまだねこう、まあ、ビジャとかがいた時の頃なんで若い、うん、まだ若い頃ですけども、でもやっぱり相当頭の回転が早いなっていうふうに話聞いてて思いましたし、まあ、そのね、やっぱジャーナリストとか記者ってこう質問に対してどれぐらいのボリュームで返してくれるかで取れ高が決まってくるんで、あんまりこう素っ気ないセンテンスで返ってくると、ね、こっち側も質問するの大変だし、まあ、もうちょっとボリューム欲しいなとは思いましたが、でもやっぱ頭の回転早くて、やっぱりそれがプレイヤーとしての特徴にもつながってるなって思いながら取材はしましたね。そういうので分かりますよね、どのくらい返ってくる人なのかっていうところで、その人に対する今度試合の中でのプレーに対する興味も広がってくるし、うん、何を考えてるんだと想像しながら僕らも一つ上の原稿を書けますよね。そうなんですよね。でも、まあ、あとはやっぱり僕も住んでた時にいろんな選手のやっぱり、ね、インタビューとかミックスゾーンで話聞かせてもらいましたけど、やっぱり質問に対する返しの
テンポスピードが圧倒的にインテンシティ高いんですよ、うん、だから相当やっぱピッチ上でも頭ぐるぐる回転してるんだなっていう意味では僕ね一番覚えててこの選手早口なんですけどこのテンポでやっぱ返せるんだって思って驚いた選手がサンティカソルラなんですよ。あ、いやーすごかったですよ彼は、うん、まあ、ミックスゾーンで囲んで話聞かせてもらった時にパッて返ってくるコメントのそのスピードとボリュームは圧倒的だったんでカソルラ坊ちゃんはやっぱ相当頭いいなと思って尊敬してましたけどね。なるほどね、まあ、だからいろいろとね自分の身の上に起こった苦しいことも乗り越えていけるっていうアイディアとかこう前向きな気持ちっていうのもこうポケットの中に持ってた人なんでしょうね。だと思いますね。だからねああやって本当にねその選手どころか人としてのもしかしたらね生活に支障をきたすような怪我というか病気してしまってそこから完全復活ですから、そうですね、ね、未だにまあね中東で頑張ってくれてますんでチャビの元でね応援したいですね、うん、確かにね応援したくなる選手ですよね、うん、でもう一つ紹介させてもらいますけども、まあ、これも元バレンシアなんですけども愛が僕愛が、まあ、バレンシアといえばそれからね倉敷さんやっぱアルゼンチン人じゃないですか。でも、まあ、僕はバレンシア見てた中でまあちょっと取材した当時はもうサラゴサに移籍してしまった後だったんですけどもわざわざサラゴサに行ってインタビューさせてもらったっていう意味では、ファビアン・アジャラ、さんのインタビューの、うん、カットなんですけども、まあ、彼の、ねこうまあ、僕も当時ブログやってて、まあ、彼のこう言動とか本当にすごいなと思ってあのトッププレイヤーでこのレベルのプレイヤーのトレーニングで唯一ですよちゃんとスニアって当てながらレガース当ててトレーニングしてたの、それぐらいしかもトレーニングからシャツを、ね、こうインしてあのトレーニングしてるとかっていうところも含めて、ね、ピッチ上であんだけ汚いことも非常にもやんのに意外でした。いやだからもうジェントルマンだなと思いながら、ね、普段から見てましたけども、まあ、やっぱり話も、ね、理路整然としてやっぱりアジャラがセンターバックで後ろに構えてるとバレンシア圧倒的に安定してましたから、ねね、歴代やっぱり、ね、こうセンターバックとかね、まあ、いい優秀なジュキッチとかも含めてですけどもあの当時のバレンシアの黄金期は、ね、彼のようなセンターバックに支えられてましたし身長180ないのにあの打点のヘディングですよ。そうですよ、ね、やっぱりカンナバーロとアジャラじゃないですか、ね、サッカー界でいうとカンナバーロ白い歯をキラッと見せてファールですかみたいなね審判と駆け引きできる選手はそうはいないですけどね、うん、そうです。で、まあ、やっぱりピッチ外でもやっぱり兄貴、まあ、親分肌で特にアイマールが来て彼なんかはねかなりナイブな若手で相当期待されたんでかなりアイマールのことを私生活でもねこううまくサポートしてましたし、うん、いろいろ批判された時には、うん、プライベートでねこうバルバッコはやったりしてましたんでやっぱアルゼンチン人のつながりはさっきね紹介したペレグリーノも含めてですけども、まあ、かなりバレンシア時代黄金期を支えてくれたなっていうふうに今でも思ってます。なるほどね。スペイン人で特にアジャラはそうなんですけど、うん、あだ名をこう若い子につける係みたいなところがあって、うん、で日本の最近の小学校くらいの教育って不思議であだ名をつけないでさん付けで呼びなさいっていうのが僕はちょっと納得いかない。もちろんそれは教職の方針とかあるんでしょうけど納得いかないところがあって、あだ名って別にそのなんていうんですかね悪口で言ってるとは限らないわけで、そういうのを特にねアルゼンチンのプレイヤーとか見てると親しみを込めてつけてるっていう感じしますもんね。そうですね、アルゼンチン人選手は大体ついてますよね。だから日本だとあるいはまあ世界的にかもしれないですけどねコンプラが厳しくなってなかなか確かに僕の、ね、息子なんかでも小学校であだ名とかっていうとなんかあの子にあ呼ばれてとかっていろいろ言いますけど、まあ、全然、ね、愛情込めて親しみ込めたらいいんじゃないかなと 思いますんで、ペジェグリーノなんかは本当、まあね、細身でフラッとしてたんで、まあ、ディマリアと一緒でこうフラコってねこう痩せ細ってるおじさんみたいな感じで呼ばれてましたしね。そもそもじゃあねピオホロペスなんかねもういいですからねそんなあだ名つけていいのかってなっちゃいますから、でもそれでもやっぱり親しみ込めてっていう意味ではいいんじゃないですかね。だからね例えば海外 その取材をしてるときに選手のインタビューがあるじゃないですか。でこれをこう小沢さん聞いてわかるけど僕わからないか翻訳にかけたりする。そうすると途中でしらみとかのみとか出てきてしまって、であこれはあだ名だなっていうふうにまだ想像できるからわかるけど、それを知らない人だとこの文脈の中からこれが出てきたのは何のことなんだろうっていうふうにわかんないですよね。
わかんないですよね。だからね、そういうフットボールのそういうあだ名まで知ってる、逆にあだ名で呼べた方がね、こう選手なんかも振り返ってくれますから。そうです。だからファン、ね、サポーターがサインとか写真求めるときには、そういう選手のあだ名呼べると、またちょっと他の人よりも一枚上手で近づきになれるかもしれないですよ。まあでも小澤さんがね、こう好きでいるバレンシアの歴史の中見ると、やっぱ今のねアルゼンチン代表の中でも、その大きな責任を果たしているコーチ陣もたくさんいるわけで、続けてみることの楽しさでもありますよね。そうですよ。だからあのアイマールがね、まあ、A 代表、まあ、サポートですけども、はい、17とかの、ね、代表監督やってるなんて全然想像できなかったですし、うん、もしサッカーなんかもういいやって、サッカー以外の仕事 やるのかなと思ってましたけども、うん、まあ、やっぱり長く見てると、まあ、アージャラなんかもねスタッフに入ったりとか、まあ、スカローニなんかももともとねラリーガのマジョルカ時代とかも含めて見てますしね、はい、やっぱ今若い人もね、こうヨーロッパのサッカーラリーガ見てくれてると思いますけど、やっぱ長く見続けてると、ね、10年20年経つといいことあるよっていうのは言っときたいですよね。そうですよね、うん、でちなみに僕はサインは入ってないけど、 あんまり持ってないけど、あのユニフォームのコレクションの中にアイマールとかあります。おお、それは嬉しいですね、はい、アイマールはやっぱね手放せないっていうかね、あの随分番組プレゼントとかで提供してほしいっていうので、うん、次々とあのなくなっていく中で、これは手放したくないなっていううちの1枚がバレンシアだとアイマールありますね。それは嬉しいですね。ね、やっぱこういう仕事してるとなかなかユニフォームも集めないですし、サインとかもらいにくいじゃないですか。ね、もらいにくい。ね、なかなかそういう場でもらえないんで、でもね、そういうのがなんかあるとね、残ってると後々なんか、あ、確かに好きだったなとかって思えるかもしれないですね。確かにね。あの、僕この後の話題でも少し触れようと思うんですけど、僕ら今サインをほとんどもらわないって話してたじゃないですか。はい、でも小澤さんが欲しくてもらった人っています？僕ね、ほら本当にもらってないんですけど、いや、はい、希少価値高いっていう意味ではリケルメのは確かもらってどっかにありますね。ああ、なるほど。リケルメって本当にね、あの内部なんで渡さんが一番ご存知だと思いますけど、本当インタビューとか取材とかやらせてくれないんで、だからファンのふりしてもらいに行ったっていう。ファンのふりして隠して、リアルやるから帰る時の車に近寄って行ってもらったっていうのは一つあるんで、まあそれぐらいしかないかもしれないですね。なるほどね、ちなみに僕も少ないコレクションなんかにリケルメは混ざって ありますか。好きな選手が大体あの時代なのかな。うんうん、そうですね。でリケルメに関してやっぱり止まってもらうためにはロバーンって読まないと止まってくれない。そうあ、それってあれですよね、サインもらうときに結構大事なテクニック。大事ですするんですよ。だから僕も、うん、あのカンビアスを前呼び止めようとしたときにエステバーンって言ったら来てくれた。ああ、やっぱりそうですか。そうそうそう、ファーストネームとかね、さっきのあだ名を知ってるかどうか大事。そうなんです。そう、これテクニックですよね。うん、うん、ね、ね、いずれコロナがあってまた現地に行けるようになったら、ですね、なおかつ今ちょっとね、なかなか選手にお近づきになれなくなっちゃってる、ね、昨今です。練習も当たり前にはもう見れなくなってるんで残念ですけどね。本当にそう思います ね、うん、ね、まあでも触れ合いの機会をね、なるべくたくさんあの選手側も作ろうとはしていると思うので、いい機会があったらぜひ皆さんもチャレンジしてほしいなと思いますね。はい、小澤さんの方は以上でしょうか。はい、僕の方は以上になります。はい、じゃあ僕の方行きたいと思います。僕はね、今日はあのちょっと写真中心にやらせていただきたいと思います。いいですね。はい、まずですね、コメンタリスタという、まあ、僕はあの現地中継の際には放送席から見たピッチの光景を伝えるのが仕事なんですけど、今日は放送席の周り、はい、僕の仕事場、小澤さんの写真はインタビューしてたりとか、つまり小澤さんの仕事場フィールドの絵だったわけですけども、はい、僕はあの放送席にちょっと今日は特化した形でお話をさせていただきます、はい、ドイツワールドカップのこれ多分映像だと思うんですけど、スペインウクライナというゲームを自分中継してた、ライプツヒでのゲームだったんですけど、はい、そしたら自分の放送席の真後ろにマラドーナが来てたんです。でこれ試合開始前は気がつかなかった。へー、知らないうちに、なんか他のコメンテーターとかが、なんかぞろぞろ動いてるのは何なんだろうと思ってたら、で、試合の合間を見て、ボールが出たとこを見て、パッと後ろ振り向いたら、あ、マラドーナがいる。思って。で、この試合は結構派手なゲームだった。3-0 ぐらいだったかな。で、スペインがすごく調子良くて、点取ってたんで、はい、あの、機嫌が良かったです、マラドーナさん。で、ここはチャンスだ。いうふうに生放送中であるにもかかわらず、
スタッフがサインもらいに、僕の隣にいたはずのスタッフが後ろにサインもらいに行って、はい、でそれはやっぱ僕も中継していて、もちろん目の前の仕事一生懸命やってますよ、うん、やってますけど気が気じゃないじゃないですか、うん、あのディエゴ・マラドーナがいるわけですよ。で僕は何かサインしてもらうものはないかって言ったら、あのあここに入ったチケットがあったと思って、チケットスタッフに渡して、はい、来てくださいっていうふうにメモ書いて渡してもらいました。いいなぁ。いや、ほんとね、仕事柄ね、やっぱ小沢さんとしてサインもらうのは気が引けるんですけども、もらいましたね。マラドーナは欲しかったですよ、やっぱり。これは羨ましい。欲しかったです。サインもらった僕も記憶たんまりないんですけど、2002年のワールドカップの決勝の直前にブラジルが記者会見したのを取材してたんですよ。はい。隣にロナウドいたんですよ。おぉ。普通に隣にいたんですよ。隣に。で、これはでももらうのはメディアは恥ずかしいだろうって思って心に留めたんです。したら NHK の有名なアナウンサーが真っ先にサインもらったんで、これは乗ろうと思っていい、はい、アクレディにサインしてもらいました。ああ、いいですね。気になりますよね、確かに。そうなんですよね。あとは僕はプラティニさんが来た時にサインもらったのと、リトマーネンぐらいかな。あんまりもらわないなっていう感じがしましたよね、うん、まあ、あの本当に放送席、あのどんなコメンテーターが来るかっていうのはね、やっぱこう僕ら現場に行くとキョロキョロウロウロしちゃうんですよ。いや、大物いますもんね。だから僕もね、こう、まあ、普段はジャーナリストで記者席ですけども、はい、休憩でかからせてもらうみたいな時は特にね、イルクラシコで何度か行かせてもらったら、はい、やっぱ世界各国から大物来ますもんね。本当そうですよね、うん、キョロキョロしちゃいますよ。キョロしちゃうんです。で次の写真、ここからちょっと小沢さん、スペインの映像もあるんで一緒に話してほしいんですけど、はい、カンプドの放送、これラジオ実況をするための席があるんですけども、はい、あの当然ラジオはですね、テレビのようにあの一つの放送席、ブースがもらえるというのはあまり少ないので、うん、同じ部屋の中でやるので、これはもう小沢さん大変な競争になるんですよね。カンプノはね、結構ね、箱が大きいんですけど、そのスペインだとラジオ用のカビーナって言うんですけど、はい、ブースが結構ね、普通のスタジアムは小分けなんですよ。だから、あとコペで、ね、オンダセロセールとかっていう分かれるんですけど、カンプノは分かれないんで大変ですよね、確かにね。大変なんですよ。一斉にね、隣と競争するみたいなラジオ実況っていうの僕はこの後目の当たりとか聞いてた。だからみんな声張ってますもんね。これはすごい生存競争激しくて、自分はこの中で生きていけるのかしらっていうふうに不安になるようなものだったんですけどね。隣と変な掛け合い中継になったらどうしようっていうふうにね、思っちゃいましたけどね。またからカンビアストです、そうですとか言って、そうですとか言っちゃったりとか失敗しちゃいけないですけどね。はい。で、あと当日の次の写真がキックオフ前なんですけど、はい、中席の手前にこう記者席があって、うん、この日はスポルトが置かれていた、まあ、カンプノーなんで置かれていたんですけども、いろんなあの新聞とかが置かれているっていうこともあの放送席にはよくあるっていう、記者席にはあるっていうのはあって、あとは客席に小沢さん、いろんなグッズ置かれていることも多いですよね。そうですね、特にまあね、モザイク出したいみたいな時はいろんな旗とかね、こう、まあ、ちょっと 色紙とか置いてありますし、はい、あとまあそういうこう新聞系で、まあ、日本でもあるかもしれないですけども、ね、その日のちょっとまあ、ね、ネタになるようなまあ、薄っぺらい感じですけども新聞置いてあったりしますよね、うん、そうなんですよ。で、あの大事なところはですね、誰が持って行ってもいいよっていうスタンスなんですね、うん、うん、そうですね。何が起こるかっていうと、そういう考え方がまかり通っているので、僕ら中継を、これカンプノじゃなくてベルナベウでのことだったんですけども、はい、あの放送で使うためのユニフォームを置いておいたら、放送中に誰かが持って行ってしまったというですねすごいなここはと思って、放送している最中に放送用に使っているものを勝手に持って行ってしまう人がいるんだ。それもなんて一般席じゃないですよ、放送席ですから、それなりの人間が出入りするところの中でスッと持ってから、うん、なるほど。それはちょっとスペインあるあるかもしれないですあるある。世界記者席とかでも絶対に荷物置かないですもん、僕。そうでしょう。で、知り合いのスペイン人とかも、やっぱり、うん、その逆にトイレとか立つときも、ちょっと見ててって言って行きます。はい、やっぱりそうですよね。そうなんです。で、次の写真がまさに、まあ、
記者がまあ座ったという映像なんですけど、小沢さんもあのいろんなところで取材されてると思うんですけども、こう記者席の雰囲気とか印象というのはどんないつも感じでやってらっしゃったんですか？記者席、そうですね、記者席でもみんなやっぱラジオ聞いて、ラジオ聞いて聞きながらとか、で、まあ、モニターあるところは、そんなに記者に1台のモニターってあんまりないんで、ないですよね。だから、今だとね、みんな自分のタブレットで多分見れてると思うんですけど、僕らの時は、やっぱテレビモニターだったんですけど、まあ、カンプノなんかはないんで、まあ、上にありますからね、みんなが見れる。なるほど、そうですよね。まあ、あのこういうところ行くとこう、まあ、僕は異国の人なんですよね、スペインに行くとね、はい、とこう別な国の記者に取材をされるということもこういう場所でよくあって、なるほど、日本ではなんていう言い方をするんだとか、あのそういうようなちょっとした小ネタをお互いにこう拾い合って、僕は現地 の, あの選手の名前、ネイティブな発音が知りたくて聞いたりとかっていうことがありましたけども、小沢さんもあれですか、多国籍の間での記者のこう経験、やり取りの経験みたいなのありますか？もちろんなんか物珍しがられて取材していいかみたいなのやっぱり結構いくとありますよね。日本でもこういう試合は、ね、こう見られてるのかとか、はい、聞かれるんで、まあ、逆インタビューされる機会の方が僕は多かったかもしれないです、これまで。そうでしょうね。であの今ご覧いただいたらカンプノー の, あの写真だったんですけど、小沢さんが取材されて取材する記者席で一番印象の良かったスタジアムってどこですか？そうですね、まあ、僕一番変わったのはメスタージャなんで、メスタージャは本当に記者席が見にくいんですよ。見にくくて、あの、まあ、1階席の2階席の屋根が突っ張ってるところがあるんで、はい、それのせいでこうちょっとボールが浮いちゃうと見えなくなるのか、分かる、非常に不便な、まあ、カンプノーとかでもね、あの1階席とかで奥の方に行っちゃうと、まあ、雨には濡れないんだけど、うん、ちょっとボールが上に展開されると見えなく見切れちゃうみたいなのありますけども、あり、ね、なんかそういう結構なかなか見にくい記者席だったんで、まあ、今どうなってるか分かんないです。でもチャンピオンズリーグになるとちょっと仕様が変わって見やすい席に上に行ったりするんで、ここデフォルトにしてくれればいいのにと思いながらやってたんですけど。なるほどね、うん、見にくい席ってね、あれですよ、あの J リーグでもあるんですよあのコーナーキックの時に窓から顔を出さないと見えない放送席って存在する披露してる人多いと思いますけどね、あの放送席の現場というのもですね、日進月歩、機材の進化というのがあって、次の、写真からはですね、2002年から2003年ぐらいまでのこう 中継席というのを紹介しようと思うんですけど、あの当時まだブラウン管の時代、すごいモニターが古くてですね、これなるととてもディテールはわからない解像度の時代にやっていたっていうところがあるんですね、でこのことで泣き言言ってはいけないっていうのは、かつてはカラーですらなかった時代もあるわけで、その時代にこれを使ってプレイ解析とか、あの説明していたっていうのは、もうこれ尊敬しかないなっていうふうに僕なんか思います。はい。で、中継に使う機材としては、その、ヘッドフォンマイク、ヘッドセットというふうに僕ら言ってますけど、はい、これもですね、実は言ってみないとわからないっていうのあるんですよ。技術さんが、はい、どのレベルのものを持ってきてくれてるかっていうのって、アナウンサーはですね、多少のバイアスかかるんです。まずヘッドセットの密閉がきついもの、これはディレクターの声が全く聞こえないんですね。そうかその度に外さなきゃいけないかとか、で今度は緩いものだと今度は場内の音がすごすぎて解説の声が聞こえないのか、下手すると隣の実況席の声が聞こえてしまう、いろいろあるんですけど、最悪は何かっていうと、これは他の中継の回線が混ざって聞こえてきたことがあったこれはねやりにくかった、しかもですね、お隣にいる日本語中継だったんです。あ、それが一番嫌ですね、ま、とある地上波のこれが全部聞こえてきて、僕は自分の解説以外に他の解説も聞こえてくるし、自分以外の実況もこう聞こえてきたりするってことがあって、これだけはね、さすがに技術さんに SOS 出しました。もうそれはじゃあもう試合始まって本番の時にそうなっちゃったってことですもんね。本番になって急にそうなったんです。テストの時平気だったのに。はい。で、しばらくヘッドセットを塞いで中継していたという、そのね、試合がかつてあったというところなんですね。いや、それでも見事にこなしてしまうクラス。見事だったかは、わかんないですけどね。
で次の写真がですね、実況者に与えられるスペースというのを見ていただきたいと思うんですが、はい、狭い。狭いですね。会場に行くとどのくらいの広さのところに資料を置けるか。うん、決まってきて、うん、例えば海外で中継をするのに勇んで借りて資料を作ったけど置けないじゃん、はい、そうですね、これはね行ってみないと分からない、うん、だから前日に行ってみて、あ、これしか置けないんだったらここしか読んじゃダメなんだとか全部覚えなきゃダメなんだっていうことがこう出てきちゃうっていうところなんですよね。でこのスペースの狭さから見るとです、日付で見ると日本対ベルギー戦のこれ前なんですね。お、日韓ワールドカップ埼玉スタジアム、はい、20時半キックオフのゲームだったという、ね、うん、なんか懐かしい感じがしますけどね。あのこの時ってやっぱりなんていう、僕スタジアムがなんかなんていうんですか、生きているって感じしますかね、うん、こう息吹を感じたというか、血の通ったスタジアムにだんだん変わっていったっていう、うん、それからないですね、そういうふうに感じたこと。ああ、そうなんですね。あの日本ベルギー戦の時だけは感じました。次の写真が2003年のこれコンフェでサンドニの映像だと思うんですけども、はい、サンドニってあの放送席に行くまでがすごく大変なんですよ。ゲートをくぐってさらに奥まったところにスタジアムがあって、はい、さらに高いところまで登っていって、うん、その高いところからさらに歩いていって中継席っていうところなんで、うん、だいたい着くまでにもヘトヘトになるっていうところ で2003年のコンフェデレーションズカップ、今あの相模原監督をされている高木拓也さんが解説だったんですけど、はいはい、あの高木さんすごくね、あのやっぱガタイがいいじゃないですか、うんうん、だからね、よくフランスの一般の人から、おう、空手マンとか空手スターとか声かけられてその時高木さんがポーズ取るんでおかしくってそうなんですね。高木さんがそういうなんかリアクションしてるのあんまり想像できないですけど、明るい人なんですよ、そうだからそういうね、誰と行くかっていうのも含めて ね、放送席の中でその人は何が得意なのか、何に関しては情報あまりお持ちではないのかっていうことを探りながらっていうところの狭いスペースの中で、まあ、やってることが多いっていうことなんですね。なるほど、はい、で次なんですが、世界各局の実況解説がこう集う大会となりますとですね、うん、あのコメンタリーはだいたい妙なライバル意識が芽生える、別に競ってるわけじゃないんだけど、はい、テンションが上がる、うん、でも相手は解説どんな人が来てるんだろうとか、うん、あるいはあの世界の中でも有名な実況って何人かいる、うん、その人たち来てるんだろうかとか、うん、見ながらっていうところでですね、妙なテンションが上がっているという不思議な、その観客席と違ったテンションの上がり方をしているというのが放送席だったわけですね、うんうん、でこれがドイツワールドカップの頃になりますと液晶のモニターが登場してくるようになりまして、はい、これありがたかったですね、うん、見やすくなって、はい、でも光の加減によっては見えなかったりするところもあったりするんですけど、でこれあの技術の進歩というので、いつも僕はあの現場に行って感じているのは、技術さんって世界なんですか、各国仲いいです。ああ、そうなんですね。大体仲良くなっちゃうんですよ、技術さん同士って。不思議ですね。言葉がそんなに通じてるとは思わないんだけど、機材貸し合ったりとか、ないならこうしたらいいじゃないかってアイデア出したりとか、壊れてるとみんなで総掛かりになって助けに行ったりとか、こういうのはね、なかなか面白い気づきだったなっていう気がします。いいですね。本当にいろんな人たちが助けてくれて、うん、作っていて、少ない人数で技術さんってできちゃうと、これいつも感謝と尊敬の念を持っていたっていうところですね。で、いろんなスタジアム行ったんですけど、放送席って必ずしも恵まれた環境ではなくて、例えば1314シーズンの決勝ってリスボンのエスタディオ・ダ・ルスだったんですよ、はい、でこう光のスタジアムって呼ばれる理由っていうのは、高いところにたくさん隙間があってスタジアムの中にこう採光できる、うん、光を取り入れるシステムっていうのは非常によくできているというところもあったというふうに僕は思うんですけど、はい、これは裏を返せばスカスカだっていうことでありまして、もう冷たい風がビュンビュン吹いてくる、はい、でこの時鈴木亮平さんとご一緒させていただいたんですけど、もうこれ体が冷えてたまらないねっていう話になって、うん、どうしましょうかって言って、決勝の当日にデパートに行って、座布団を買いに行ったっていうのがありまして風通しがね良すぎるとか、やっぱ毛布くるんでないととかね、こういうところ、その中でどうやって体調を管理するかっていうこともいろいろあって、うん、なかなかその辺のところね、小沢さんですか、取材道具っていうのって
なんか自分でセットとか作ったりしました？セットはそんな作ってないですけどね。で、まあ昔だとやっぱり、そんな携帯で全部ができたわけじゃないんで、確かに、ね、こう望遠鏡とかデスクトップウォッチとか、まあそういうのはちゃんと手配はしてましたけども、でも倉敷さんのこれ写真見るとやっぱ風強いから資料も飛んじゃいますもんね。飛びます飛びますだから重しにしとかないとね。飛ばされたことありますからね、実際ね。ああなるほどなるほど。でもね、不思議なもんでね、つまり書いてあることに頼っちゃいけないなと思うのは、なくてもできるっていうか、単純ディテールは飛んだりするかもしれないけど、そこに頼り切った中継よりは一生懸命人間って五感を研ぎ澄まそうとするから、少しまともになるような気がしますけどね、印象としてはね。まあでも暮らしては普段から資料読んでないんで大丈夫じゃないですか。まあんま読まない。頭に入ってるから。そうですかね。で、あのもう一枚の写真、まあ、前日にも格好の出演者がリポートをしていて、前日の話っていうのを少しだけしようと思うんですけど、はい、要するにこうたくさんの技術の方が来て、セットを作っていく、この時のなんていうか、だんだん来る高揚感、高騰感っていうのって、やっぱり放送の、 あの現場で臨む人ならではかなっていう感じがするんですよ。あの記者の場合は小沢さんどうですか、前日っていうのは。いや、 やっぱり緊張感高まってきますよ。あ、そうなんだ。前日練習たとえ15分でもやっぱりね、僕なんかもそんなにね、チャンピオンズリーグファイナルとかやったことないですけど、ビッグゲームのチャンピオンズリーグとかだとね、アウェイチームが来て前日練習するとかっていうと、なあ、いよいよ来たなっていう感じになりますからね。なるほどね。あの小沢さんも当然その背景を踏まえておかないと記事が書けないと思いますので、たくさんの取材をなさると思うんですけども、たくさん取材したものってどうしますか、残しておいて書くのか、一回捨ててしまうのかっていう、そのあのライター小沢一郎としてはどんなアプローチをされるんですか。僕は書く上ではやっぱ捨てないとダメだと思うんで、ただ捨てるためにはあらかじめインプットしておかないといけないんで、おっしゃる通りそうですね、いっぱい入れていっぱい捨てるってことじゃないですかね、僕の場合は。なるほどね。それ大事なことですもんね、と思いますけどね。僕らっていかに何を書くかっていうよりも、何捨ててどう絞るかしか多分作業としては考えてないですね、プロセスは。そうですかね。僕もね、あの捨てる作業は結局試合の決勝の直前に大体捨てちゃうんですよ。それまでは集めることに一生懸命で、その前日っていうのはこのスタジアムってどんな特徴があるのかとか、どんなお部屋があるのかって知りたいから、結構スタッフと離れてうろうろしていて、迷子になるんですね。大抵元の場所に戻れなくなって、あれどこ行ったのっていう話になっちゃって迷惑かけてるんですけど、でも本当にね、意外とスタジアムって使われてない部屋とか立ち入り禁止ってあるんだなって思いますね。そうです。そうやって倉敷さんがいなくなっちゃうと、この写真に写ってるコーディネーターの能田さんが困っちゃいますからね。よくご存知で。そうなんですよ。いやでもこの本当に確かに留守のスカスカっぷりは確かに光入るんだけど、あれだと強風入ってきますね。入ってくるんですよ、本当に困っちゃってね。本当にね、使われてないスタジアムとかあんまり見ないんだけど、でも遠くにね行った時に、あそこのスタジアムって何って気づく廃墟みたいのがアルゼンチン行った時あったんですよ。ああ、いいですね。あ、こんなのあるんだ、あそこ行きたい、いやあれ野球場だよって言われて、あ、野球、野球のスタジアムあんなに今あんななっちゃってんのとか、いろいろとね、あの見てみたい、入ってみたいスタジアムって、まあなんか怖いもの見たさもあるんですけども、そういうものもたくさんあるって感じします。でですね、最後のブロックのところで、まあ最新に近いっていう形で、セントススタジアムをちょっとご紹介したいと思うんですけど、今アリアンツスタジアムって名前ですね。で、2012年だと思います。あの、で、こけら落としがあった次のシーズンの、シーズン開始前に取材に行ったんで、多分日本人としては比較的早く取材をした方だと思うんですけど、ここはね、小沢さん、さっき、あの、香水の匂いの話されてたじゃないですか。はい。ここの敷地内って香水の匂いがするスタジアムなんですよ。そうなんですか。いや、僕はもうこんなスタジアムは後にも先にもここしか知らないですね。お花がそこら中に飾られていて、香水の匂いが中にするスタジアムって珍しいなと思って、いや、さすがおしゃれですね。で、おしゃれなね、これちょっと中、外の、あの画像はなくて申し訳ないんですけど、あのこのイベント、そのスタジアムってのはこう外観が、あの僕大好きなジョルジェ・ジュッチャードさんって言って、バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンのデザインをされたようなイタリアのデザイナーの方なんですけど、この方ってパスタがいかにアルデンテに
茹でるためにはこの形状がいいかとか、そういうことも考えてパスタのデザインまでするようなデザイナーの方なんですけど、でこのスタジアムってこう巨大なね芝を管理するために芝に風がきっちり当たるようにって言って巨大な送風機が隠されていたりとか、うんうん、もうジャグジーも素敵だったりとか、当時でさえ最新鋭の Wi-Fi 設備があったりとか、うんうん、こうなかなかこう素晴らしいこうスタジアムであったりするんですよ、うんうん、で、次の映像でモニター付きの観客席っていうのがありまして、うん、お高い席なんですけど、はいはいはい、飛行機ですね、これね、はい、後ろにモニターがついて、こういうところも最近は、まあ、これねもう2012年だともうだいぶもう10年近く前ですから、さらに進歩を遂げてると思うんですけども、どうですかね小沢さん、一つもモニターがない例えば、オールドトラフォードとか、うん、あとはリバプールのスタジアムっていうのは確かでっかいモニターが僕の記憶ではないんですけども、誰か分かんないですけども、はい、ないところとこういうふうに毎モニターがあるのってどっちがいいですかね。僕はやっぱ仕事的にはないと困る派なんで、そうだ、どうしてもね生で取材してるとリプレイ見たいなって時あるのと、で結構僕らってこう記者、ペン記者だと見てすぐにレポート、マッチレポート書かないといけないとかってあるんですよね。その時に試合終わってからまた見返すことできないんで、確かに試合終わってから2時間以内にマッチレポート入稿とかっていうのは普通に僕らの時代あったんで、うん、あるなしでは結構大きかったですから、だから結構ね記者席行って早めに入ってモニター、当時だとその備え付きじゃなかったりするんで、ああそうですよね、他の記者の席のところからもう盗んできてましたよそんな持ってきてましたよ戦いがあったんですね、やっぱりそこにも、はい、ありました。僕はねそれで思い出したのは、放送席ってそのどこが割り当てられるかっていうのは分かんないんだけど、たまたま割り当てられた放送席の真後ろにモニターがあった時があったの、うん、そうすると場内にいる記者たちが怪しいシーンとかゴールのシーンだとみんなこっち見るんですよ。僕らは見てる、僕らの後ろのモニター見てるんだけど全員がこっちを見る、はい、つい張り切って実況しちゃったりとか、まあ、これあるあるですね確かにそうそうそう、僕らもよく見に行きましたよ実況席のところに。やっぱそうですか覗きに行きましたよ、見られてると思う。そう、本当にねずうずうしい方だとね実況席のモニター覗きに来る人いるんですよ今見たいって言ってそういうその辺もたくましくなかったらダメなのねと思いましたけどね。で、まあ、いろんなね、小沢さんのいるポジションでの見方、記者席だったりとか、はい、僕の中継席の見方があって、最後はお金持ちがどこで見てるかって映像を見せてもらって、はい、見てほしいんですけど、スカイルーム、いわゆるビップルーム、こうお金持ちが見るところで、中はもう冷えたシャンパンが入った冷蔵庫が中にあったりとか、はい、ね、プロ野球だとカラオケ設備ついてたりとか、そういう場所も、あったり、なんで野球見に来てカラオケ設備みたいなものがあるんですか、まあ、カラオケか分かんないけどカラオケ設備みたいなものがだってマイクあるんだよ、うんね、そうかなというふうに思いますけどね、うん、だそういうのねどこで見るかによってサッカーの見方ってのはまた楽しみ方も変わってくるかなっていう気がしますけどね。小沢さんどこで一番見るのが好きですか。僕はやっぱ記者席が一番いいんですけど、でもこういうなんかビップルーム、僕は何度かラリーガのスタジアムでサンマメスとかベルナベウとかでビップルームで見たことあって、はい、確かに、特に冬の寒い時は、試合前にずっと寒く外じゃなくて、もうこのボックスの中で、で、ケータリングの美味しいものを食べて、で、サンマメスなんかで言うとやっぱり、ね、ミシュランついた星のこうレストランのケータリングなんでめちゃくちゃ美味しかったりするんで、ある気がする。そういうものをね、飲み食いして、で試合の時だけ、ね、外に出ていくみたいなのは、やっぱ文化としてやっぱ、これが、ね、まあ、スタジアムの売り上げを伸ばしてんだろうなと思いながら、いつかこういうところに僕シート持ちたいなと思いながら生きておりますけれども。ものすごいビップルームと小沢さん入った経験って何回か。ものすごいのはないですよ、僕たち。僕一回だけあるんですよ。どうなグラーツに行った時に、関塚さんと一緒にオシムさんの取材に、僕お供だったんですけど、はい、一緒に行った時に、こう、ビップルーム入れてもらったんです。それすごかったんですよ。エスコートの女性がまずついていて、手首にリストバンドつけてもらって、これがあなたのですって言われて、うん、その後、真っ白な、クロスの上に、
高そうなシャンペンとワインがいっぱいあって、お料理をする方がたくさんいて、給仕をする方もいらっしゃって、はい、で一番驚いたのは試合の時間になっても誰も見やしないっていうのは試合を見に行ったら僕だけで、他の人は談笑されていて、試合皆さん見ないんですかって結構いいカードなんですけどって言って、僕しか見てなかった最初から。それでハーフタイム終わって、じゃあ飲み物だけもらいに戻ろうかなと思ったら、テーブルクロスも全部新しいのに変えられていて、ああここすごいとこなんだと、オシムさんってすごいなと改めてね思いましたけど、でもここってやっぱお金を出す方が多くて、うん、サッカーを見てない人がいるんだなっていうのも、これまたね、なんとか衝撃というか新しいものの見方ができた。いや本当にだから商談の場ですもんね、そういうところはね。本当そうなんですよ、うん、もだから似たようなのちょっと見たことあって、チャンピオンズリーグの決勝戦で、あの女性の方がすごくおしゃれした綺麗な女性の方が試合開始と同時にファッション雑誌広げてそれ読んでて、うん、試合始まってるんですけどいやそれすごいですね、なかなかファイナルですからねすっごい方いらっしゃるんだなと思って、どこにいても自分のねポジションを崩さないとか、スタンダードは崩さないよっていう態度は素晴らしいなと思いつつも、まあでもやっぱこの場所にいたらやっぱそれは礼儀というのもあるのではないでしょうかとか、いろんなことを考えちゃってっていうね、サッカーには大沢さん実にいろんなこう感染場所があるわけですね。そうですね、いろんな見方があるっていうことですね。とそう思いました、ね、ということでね、まあこういうサッカーの見方、あの見る場所ということについてちょっと今日はお話しします。いや面白かったな。いやでも大沢さんの今日はバレンシアがやっぱり改めてひしひしと感じられました。そうですね、なんだかんだやっぱバレンシアにちなんだものなんですね、僕はね、改めて、うん、振り返って意図して選んだわけじゃないんですけど、出てきたものがそうでした。あ、やっぱそういうことなんだ。はい、僕ね、あとイタリアとかね、ブラジルの映像とか、映像とか画像か、画像は結構まだ持ってるんで、もし機会があればですね、イタリアはこうだよとか、あのブラジルはこうだったよとか、あのそういうのもちょっと、あとは、食べ歩きは結構してるんで、いずれも、うん、あのそういうのも見せて。いや見たいな、倉敷さんのそれはあのね、お料理の写真は美味しそう。あのイタリアのもね、スペインに負けてないぐらいのレベル。いや負けないですよね、うん、だと思います。また文化的なね話もこういった機会があったらさせていただきたいなということでね、はい、ラリーガ、ムセオ、まあ、今回次はラリーガに限らないかもしれないけどね、うん、また小沢さんのね新しい写真というのもまたこれから増えていくでしょうし、こういう機会があればまた大沢さんに見せていただきたい。そうですね、また新たな写真をねいっぱい撮れるように、早く僕もワクチン打って取材行きたいなと思っております。そうですね、はい、ワクチンを打つだけじゃダメなんですからね。あ、そうですね、打つとあの自分があの移しにくくなる、移りにくくなる、重症化しにくくなるってだけで、全然そういうわけではないというところも、あのせっかくねこの動画をご覧になっていらっしゃる方は見ていただき、特にこの動画をご覧の皆さんが一番好きな場所はゴール裏じゃないかなっていうふうに思ったりということで、ね、僕らが活動している場所とはまた違ったところで一生懸命応援してたりとか、チームへの愛を示していたりとか、それぞれの場所がまたあると思うんでね、あのそういうところ行くときは、あの本当体健康にはまず気をつけ、うつさないこと、うつらないこと、うん、であと僕らの日常のフットボールが戻ってくる日までみんなで頑張らないといけないなというふうに思います、うん、はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録評価もお願いいたします。コメンタリストの小沢一郎さんでした。今日は貴重な写真ありがとうございました。倉敷さんもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。のすべもす、チャオ。